山口情報芸術センターは、山口県山口市中園町にある図書館、ホール、美術館などの複合施設。主にコンピューターや映像を使った芸術であるメディアアートに関する企画展を行うほか、その制作施設、上演ホールなどもある。通称、イカム、またはビッグウェーブ山口。公益財団法人山口市文化振興財団が運営に当たっている。 有料ホール100選に中四国地方で唯一の選出。一般社団法人公共建築協会による平成20年第11回公共建築小文化施設部門受賞建築物2003年に建設された。設計者は建築家磯崎真旧山口市発の私立図書館を備え、その他、ギャラリー、スタジオ、劇場を備える複合文化施設である。 東隣には日本放送協会の山口放送局が西隣には山口ケーブルビジョンの建物がある。これは市街地中心部にできた大きな空きスペースを再開発するべく山口市が10年以上の年月をかけた巨大な事業で施設の建設費は70億円、施設の年間維持費に5億円を要するというものであった。また周辺の整備も同時に行われたため、 事業の総額は100億円を超えた。図書館機能に付属する文化施設の設置にあたり、芸術分野の中でもまだ新しいメディアアートに注力することが策定され、そのためのギャラリーやスタジオなどが設計された。これは完成すれば、東京、新宿の NTT インターコミュニケーションセンターと並ぶ、全国でも数少ないメディアアートの拠点となることを想定していた。 着工前からプレ事業として市民向けの展覧会やワークショップが行われメディアアートの紹介や開館機運を盛り上げようとしたが折からの市の財政難から磯崎新の巨大な設計案や竣工後の毎年の維持費が市民を不安にさせまたあまり馴染みのないメディアアートという分野も反発を招いたこのため2003年春の山口市長選挙の争点と なり、建設凍結を掲げた、講師 H 候補が当選したことを受けて、工事は中断し、一時は事業そのものが危ぶまれたが、市民委員会による事業への市民参加など話し合いを進め、結局工事や事業は再開され2003年11月1日にオープンした。2004年9月、台風18号が山口県を直撃、屋根が吹き飛ばされ、周囲に散乱した。 雨は建物内部に降り注ぎ、職員は窓をハンマーで破壊し雨水を排出した。建物の完全復旧には数ヶ月の時間が要された。オープンから1年に満たないうちでの出来事であり、設計や思考の瑕疵がなかったかが詳細に検討されたが、特に問題はなかったとされている。現在は私立図書館として賑わうほか、メディアアートや現代美術の企画展、 市民の美術発表の場、演劇上演やワークショップ、ミニシアターとして映画上映などが行われている。なお、映像作品など美術コレクションは所蔵せず、作品の制作、展示の場に徹している。2011年度の長期ワークショップ、Meet the Artist 2011ライブラリーラジオでは、市民コラボレーター、アーティスト、イッカムスタッフによって、FM ラジオ局を設置。 同館内で行われるイベントを中心に狭い範囲でのみ聴取できる小規模な放送を行った。ありがとうございます。